今当面政権がやろうとしているのは春から夏にかけて汚染水を海に流すこの内容です。今あちらにも横断幕が掲げられておりますが、汚染水を海に流すな、安全な陸上部で保管せよ、海に流すな、安全な陸上部で保管せよ、土地はいっぱいある、海に流す、こういう主張をしている政府と東電にありますので、何としてもみんなで防ぎましょう。